これ。あったね。つば落としあったね。つばはまあね普通だよね、うん。そっからのこのエスカレートバージョンでしょ。うん、俺もあったな中学の時。うん、3階から、うん。いやそれは女のヤンキーだったの、うん。先輩のヤンキーでちょっとエロかったじゃん。エロいね。中学校。極エロだよね。そう。俺呼ばれたわけ3階から。おさめって。おさむ知り合いじゃなかったからちょっといいって。ちょっと君。下あの要は俺1階だよ。うん。地上ね、うん、で3階の女のヤンキーの人が何人かで、うん ちょっと下来てって言われたの、うん、え、なんだろうって超ドキドキするちょっと怖いし、うん、なんだろうと思って呼ばれたから行ったの、うん、したら水の入った水風船みたいなピシャッと落とされてキャッ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 つって、うん、って俺もキャッつって苦笑い何も言えねえし何も言えない先輩だし、はい、バックにはあった男のヤンキーも男も出てきたらまず今考えると超ムカつく。むしろツバにしてほしいよね。だったら、ね、なったらツバにしてほしい。むしろツバだよね。で、口開けちゃうタイプ。口開けちゃうタイプ。口開けちゃうタイプ。俺はそういうタイプ。ツバだったらまだ、でもツバも嫌だけどね。こういうのあるよな。俺も昔、高校の時、うんうん、渡り廊下歩いてたら、うん、友達のね、男の子が、うん背中蹴ったの俺をあの背中をパーンって蹴るやつじゃなくて、うん、おしげりそこで押し蹴り、うん、よく俺にやられてるやつだよくやられてるやつだけどあれはほらジョークの範囲内じゃん、うん、もうその彼のジョークはもう超えてんのなんでいきなりまあアイスなんだけど結局おはようなんだけど、うん、それがもうそいつの中のマックスのもうマックスの蹴りよもう走ってきてドーンみたいなドーンと蹴られて、うん、俺もう膝から落ちてガンガンと落ちて、うんね、あれ何が言いたかったんだっけなまあ いやそういうことがあったっていうそういうことあれ落とされてる話でもないんだ上から何か降ってくる話じゃないんだ降った蹴られた話蹴られたのがあったんだなんで今さ日常的にそういう感じだった高校の時ねうんいじめられてるわけじゃないそういうのが俺はねよくそのいじめられ疑惑があるけど、うん、俺それじゃないのよだってさそれ卒業写真に落書きされてるから始まってるわけじゃん、うん、そうそうほんでいきなりおいその挨拶が思いっきり背中蹴られるやつって大抵ですよ日村さんでずっと靴の跡がついてたわけですよ俺のブレザーにその日一日ぐらい気づかずにエチケットブラシとかでこう取んなかった取った、うん、エチケットブラシってあったよねちっちゃい持ち運びの、うん、日村さん持ってないでしょ持ってたよ本当あ今持ってない今は持ってない、あ、うん、持ってたこういうのこうパカッてやってこっちにこう鏡のやつでしょそう持ってた日村さんにエチケットなんて言葉が存在するの俺はねあのそうだね存在する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 、はい